事を終えてこれから RV パークに向かいます。今はねもう5時半でちょっと遅いんだけど、今日は遊びじゃなくて畑仕事がテーマなので、RV パーク到着は6時ぐらいかな。もみの木っていう RV パークで、近くにもみの湯っていう温泉があるのでそこに入りたいと思います。でね、今日ちょっと天気いいから星が見えるかもしれない。すごい星が見えるところでも有名な。そう、星星見たいね。星が見えるかもしれません。まだねスーパー買い物にも行ってないから、夕飯のおかずも買いに行かなきゃいけないし、明日の朝もか。で明日はまた朝畑をやるということで、がっつり畑仕事。あ、田んぼが綺麗だなこれ。がっつり畑仕事をして、来週はまたキャンプに行くという予定です。すごい、うわ空が綺麗。見えません。曲がったらね、また綺麗な道があるんだよ。おっこと、おっことっていう信号なんだ。おっこと主のおっことだよ。何それ。え？だって白目草に似てるよ。でも草がまた美しい空が。そばも、そばそばのお花。2番ってここ？うん？なんか見たよ。もしもいいか。先ご飯、先お風呂？先お風呂だよね、ママ。今から帰る。なんでよ。え？お風呂がいいって。これまずにこうやっとくんでしょ。よし、 A コープ原村。僕といるぜ、ばあば。じゃがいものしてくるね。よし、 A コープ原村店でお買い物。シャインマスカットめっちゃ安いじゃん、シャインマスカット。買おう。ご飯炊いたからな、何にしようかな。牛肉キャベツ、これ。牛肉信州産高いな、半額か。でも よし、お買い物終了。もう7時半。痛い？そんな痛くないよ。温泉ジュース持ってっていいんだよ。到着。誰と誰で入るんだ。パパ、よーし、じゃあ行こう。
いはい、お疲れ様です。すっげー疲れたね、今日もね。畑やって、まだ明日も終わらない。明日もやるという。どうしたの、ちょっと。はい、まず1品目できました、納豆巻き。あとね、今日はね、いい加減料理なんで、今日は水餃子をやります。水餃子、洗い物がね、あんまり出なくていいでしょう。水餃子、ふと思いついたわけではなくてですね、水餃子だけ卵が入ってなかった。うち卵アレルギーあるから。焼きは入ってた。そう、焼きはね、入ってたのよ。王将、水餃子は王将ので、これプルもち水餃子、もう食べないって。2袋あります。炊き込んでて、これはね、水餃子とじゃじゃーん、300円のお刺身。すごくない？安くない？食べれます。洗わずにされて、さ、食べれる、食べれるサラダ、食べれるサラダ。家族は冷たいね。あとお刺身ちょっと少ないから、カツオのたたき、これ全部ある。加熱時間5分。はい、お疲れ様です。今日はいい加減料理、水餃子。まだ沸騰してない冷凍の水餃子ね、キャンピングカーの中で便利ですよ。はい、じゃあお疲れ様でした。ほんと疲れたわ今日。マルチ反応ってね、すごい疲れるんだ。みんな知らないでしょ、マルチ貼ったことある人。はい、マルチ貼ったことある人。はい、ないでしょ、ほらお君たちもマルチ貼ったことないでしょ。あれはね、見た目で分かる通り難しい。難しくない？まっすぐね、あの、私はね、あの、まっすぐね、やるの。みんなはね、線引いたりするんだけど、ね、やんない、めんどくさいから。はい、食器洗いしていきます。今日はね、もみの木の RV パーク。ここね、水汲みに行くとこ真っ暗なんだよね。だから夜ね、ちょっと水汲みに行くの動物が怖い。まあ、いっぱい電気は持ってるんだけれども、だから水は節約します。冬になったらよく行くところは RV パークだと、山並みの湯の RV パーク。あそこはね、すごくいいんですね。そこの RV パークはね、公園もあって、子供はもう絶対喜ぶ。冬でもプール入れるんで、冬にね、うちの娘はプールを泳ぐ練習してます。空いてるしね。でもここね、温泉結構いいし、冬にいい温泉ですね。もみの湯、あのナトリウム硫酸塩炭酸塩化物泉で、
ちょっと塩分が強い温泉でね、ちょっとなんて言うんだろう、ベタつくっていうか塩化物泉風のベタついた温泉。消毒はどうだろう、してないのかな、源泉かけ流しなのかな。じゃあ RV パック入ると500円で入れます。食器洗いね、電源サイトなんでね、あのボイラーでお湯も出ます。冬なんか最高だし。でここね、ゴミ捨て込みで2500円一泊。ゴミをお金取らないところが良心的ですね。さあ、あ、お水ここで。さあ明日はまた畑仕事が待っていて。はい、おはようございます。今お散歩中。もみの湯に昨日入って、もみの湯の RV パークに泊まりましてですね、今日は朝今7時お散歩中。よいしょ、はいはいはい、お散歩。川の音がする、川の音がする。おお。わわわだね。うん。行こう。これここね、あっちがホテルというか宿になってて、もみの木荘っていう、最近ねリニューアルしたばっかりですごい綺麗、宿泊者限定で貸し切り風呂とかもあるみたいでいいっすよね。でその向こうが、あ、見えるかな、小さい屋根みたいな、ちょっとズーム、あそこ、ここがもみの湯って温泉で、道路を挟んでこっちが RV パークになってるんですよね。こんな感じ。冬はねここいてつく寒さなんでやってないんですけど、やってればいいなって思いながら。でトイレはそこにあります。今日は朝ごはん何にしよう。ご飯炊けてるけど、ご飯炊けてるけど、ウインナーと豚肉しかない。十分。うん、うん、よし、行ってきた。豚バラを焼いただけ。シャインマスカットできました。
し、このマルチをねやりにキャンピングカーで来たんですよ。キャンプをしに来たわけじゃなくて、畑仕事をしに来た。忘れがち。奥多摩まで34キロ。はい、ということで、帰りもですね、渋滞20キロ超え。今日はなんでそんな渋滞してるんだろう。行きの渋滞は緊急工事だったんでしょうがなかったんですけど、帰りはね、自然渋滞ということで、今 C でまだ渋滞20キロぐらい続いてます。こんな時は、トレーラーを引いていても、奥多摩を越えて帰りましょう。だってね、高速道路ですよ。低速道路にお金払ってどうするんですか。だってこんなデリカでトレーラー引いてても通れるんだから誰でも通れる。ぜひおすすめですので。ただね、山も深いし、暗いので注意してね、走ってもらえれば何の問題もないと思いますのでですね、渋滞で消耗をしないで、運転をして消耗しましょう。よし、ではまた。これなんかラジオみたいになっちゃったね、喋り方が。映ってんのかなこれ。ではまた、バイバーイ。